あまりにも寒いせいかですね、ウェアラブルカメラが故障しました。ちょっとしばらくここから撮影機材を iPhone に変えて現地調査を続行します。これがシェルターの端っこのところですね。向こうに踏切があって、ここに民家、農家ですね、農家があります。でシェルターがですね、東大岩駅の手前まで続いています。まあとりあえず端っこまで来たんで駅の方に戻ってきました。ウェアラブルカメラも結構その寒さに弱いんだなっていうのが今回分かりましたね。今日の苫小牧市の最高気温がマイナス0.5度、千歳市の最高気温がマイナス1.7度、最低気温は苫小牧がマイナス10.1度、千歳市がマイナス13.1度です。このウェアラブルカメラの動作許容範囲は0度から40度になっています。これでは確かに動作が停止しても不思議ではないですね。とりあえずずっと外にいても寒いので、駅の中っていうか、あの小さい待合室の方にですね、戻っていきたいと思います。あ、こんなところに扉が。この手の駅に JR で来て JR で帰る人って、ほんと筋金入りですよね。まあこんなクソ寒い時に来るっていう人も多くはないとは思うんですけれども、もし来る人がいたらですね、十分に防寒装備を整えていった方がいいだろうと思います。私はもちろん完全北海道仕様の格好できています。この左側にあるピンク色の建物は信号設備かなんかなんでしょうね。駅舎ではありません。あったかそうですけど、中には残念ながら入ることができません。選挙、まあ、この駅もですね、座る場所がないっていうのはちょっと残念なところではあります。夏はまあいいんでしょうけどね。それではちょっと待合室に入って駅ノートでも書きますか。修理も試みて、ですね、ウェアラブルカメラはなんとか直りました。それでは東大岩駅の駅ノートをですね、書いていきたいと思います。今回ですね、ちゃんと自分でボールペン持ってきたんですけれども、こちらにはですね、一応鉛筆が2本と謎のぬいぐるみとですね、謎の花と消しゴムが置いてあります。それでここにですね、路線図が書いてあって、主な電話番号ということで、 JR 追分駅、追分ハイヤー、 JR 新夕張駅、追分ハイヤー、まあいざ困ったらここに電話して迎えに来てもらえっていうことなんでしょうね。そしたらまあ毎回恒例の駅ノート記載の方にですね、移っていきたいと思います。ナンバー3、あ、ボールペンも一応置いてあるんだ、ここに。そしてすごいね、うまい絵描いてる人がいますね。これは20年前の東大岩駅。駅から夕張側に踏切がありますが、そこから丘の方へ向かう途中から見た景色です。と書かれています。で、ここにまた絵が描いてあります。2015年7月。思うんですけど、駅訪問で絵を完成させる人って本当すごいですよね。住んでる人何枚も絵描いてある。すごいな、本当に。そしたら僕、駅ノートナンバー3の方に記入をしていきますね。ラストの訪問がですね、2月14日と書かれています。それでは書いていきますか。毎回恒例の平成28年2月、今日の日だっけ、15ぐらいにしとくかな。インターアーバン、僕
6304 YouTube で検索。清木1再生1コメントよろしくって書いておくかな。東大岩経営機に来てこのコメント見て YouTube で検索した人がもし本当にいたらですね、清木1コメントぜひ書いてください。なんか電気がですねつきました。なんかすごい色の電気ですね。これはここにですね書いてあるんですけれども、夏の夜になると蛍光灯の光に誘われて虫が入ってくるということで、低優中蛍光ランプというのを導入して虫の侵入を防止するらしいです。虫はこの色には寄ってこないらしいです。うん、今日一つ勉強しましたね。時刻表はですねこんな感じです。追分方面が1日に7本、夕張方面が1日に6本です。お、大きなお友達が帰るみたいですね。で、この夕張方面のですね20時56分初のやつは富里は通過するらしいです。この富里もですねなくなるんですよね、東大岩と一緒に。で、さっき乗ってきたやつは苫小牧から来たやつなんですけれども、ここから苫小牧に行くやつはないんですね。千歳行きか追分行きのみ。なるほど。辺りもすっかり薄暗くなってしまいましたね。いやー、まあこれはこれでこの夕焼けと相まってですね、なかなかいい風景かなとは思いますけどね。僕こういう景色好きですけどね。サムレイルに使うとすればやっぱり駅名表と車両がセットになったやつの方が再生回数は伸びるような気がします。わかんないですけどね、僕みたいな底辺が言ってもですね説得力ないんですけど。そしてですね、ちょっと動画では伝わらないと思うんですけれども、牛舎の匂いがします。牛舎に入ったことある人わかるんですけれども、草とですね、うんこが混じったような匂いですね。そういう匂いが漂っています。この辺りは酪農が盛んなんだろうと思いますね。飛行機が飛んでますね。今度の飛行機はですね、なんだろうな、あの飛行機。いや、こういう駅にですね JR で来て JR で帰るっていうのは筋金入りだと思いますね。本当に寒いしさ、やっぱりあの飛行駅はね車で来るに限りますよ。その方がですねいいと思いますよ。北海道って寒いよな。まあこの東大岩渓駅もですね、この跨線橋があったりとか、まあ、シェルターがあって2面2線で、まあ、設備はまあまあ立派そうに見えるんですけれども、凍って、マジ
凍った？ドアがですね、なんか凍って開かなくなった。マジか。開いた開いた開いた。よかった。いや、こういう引き戸って凍ったら開かなくなるんだよな。閉まんなくもなるしさ。ああ、とりあえず寒いんで、待合室の中で帰りの列車を待ちたいと思います。まあ、ここは幸いですね、電気も通ってるんで、人間も一人入ってるんで、そこまでクソ寒いってわけじゃないですね、コート着てれば。あとは落書きでもチェックしましょうか。落書きをチェックするのも僕と好きなんですよね。で、セックス、セックス、スパイダーマン、明日はマルハンカフェラッテ。この辺はもう薄くてよくわからないです。これなんて書いてあるんだ。北海道に来たぞ。あ、北海道外の方が書いた落書きなんですね。あとなんか面白いのあるかな。上の方にはない。こっちにもない。この辺ないかな。ないな。普通運賃表、夕張まで740円。夕張まで結構遠いっていうか、お金かかるんですね。新千歳空港行くよりもこっから夕張行く方がお金かかるらしいです。そろそろですね、列車がやってくる時間です。この17日21分発千歳行きの普通列車に乗るつもりでしたので、それを外に出て待たなければいけません。乗り遅れたら致命的ですからね、本当に。開くよな、今度は。開いてるよ。あ、開いた開いた。あと2分ぐらいで一応時刻表上はですね、やってくるはずです。千歳行き普通列車が、千歳行き普通列車に乗ったら今度は南千歳駅へ乗り換えてどこにでも行けますね。あ、信号がこっち側が赤になりましたね。向こう側は青になりましたね。あ、また飛行機が飛んできます。飛行機が通過する頻度だけだったらですね、京成東成田とか芝山千代田に匹敵する駅ですね。東を言い訳。あ、向こうに高速道路が走っていて、交通の便は良さそうですけれども、駅前通りは砂利道っていう。まあ、北海道のローカル駅にありがちですね。あのちょうど丘の稜線のところに道路が走ってるらしくて、何台か車が通過していきます。夏は景色いいっていう話ですけどね。お、来た来た来た。来た、来たっていうか、来てないけど、これから来るみたい。ありがとうございます。まもなく列車が入ってきます。ご注意ください。JR 北海道をご利用いただき、ありがとうございます。まもなく列車が入ってきます。ご注意ください。寒いせいなのかですね。自動アナウンスの音声の声もかすれてますね。まあもうすぐ使われなくなるから別にいっちゃ別にいいんでしょうけどね。どの辺で待てばいいんだろう。乗車口って書いてあるのがあそこだから、あそこの前で待てばいいんでしょうか。
でやってきたのはキハ40のワンマンカーですね。さっきと同じ車両かどうかはわからないですけれどもね。これで千歳まで、南千歳まで行きましょうか。